てね。それ、ご飯、あの暗殺者、またコレットを狙ってきたね。なんでコレットが邪魔になるんだよ。コレットが世界を再生するとみんな幸せになるんじゃねえのかよ。なんかおかしなこと言ってたよね。こちらでは苦しむ人々がいるとか。でも悪い人には見えなかったけど。お前な、自分を殺そうと狙ってきたんだぞ。そうだったねでも本当に優しい目をしてたんだよ。そう言われるとそうだったような。いい加減にしろ。その甘さが命取りになるぞ。分かってるけどさ。できる。ここに集えて神の御心を示さん。グーフだね。
と神の御心を知る。己の不運を嘆くがいい。私にとどめを刺せる。今の私には戦う力は残ってないから。ひどい怪我。先生、手当てしてあげて。そうね。でもその前に何があったのか教えてほしい。仲間がいるようだし、これが私たちを油断させる罠じゃないとは言い切れなくて。先生。見てくれ通り陰険な女だね。陰険で結構。この町を見てみなよ。何もかもめちゃくちゃだ。攻め込まれたのさ、ディザイアにね。何？ここから白桃に人間牧場ってのがあるの知ってるかい？ここの町の人たち牧場から逃げ出したやつをかくまったんだよ。それがバレて全員強制的に牧場送りの上、町は破壊されちまったのさ。それじゃあ、あなたの怪我は？なんでもないよ。ちょっとドジっただけさ。うう、助けてくれ。クララさんだわ。こんなところまで逃げていたのね。やめろ、この化け物。くそ。落ち着いて、クララさん。コレット、大丈夫？娘、出血がひどいな。本当だ。先生、こいつを手当てしてやってくれよ。先生、お願いします。わかりました。本当にみんな恐ろしすぎるんだから。なんで私を助けたのさ。多分あんたがあの人を助けたのと同じ理由だよ。 ありがとう。虫のいい話かもしれないけど、あんたたちに頼みがある。頼みって？この町の人には萎縮一般の恩義があるんだ。頼む、この町の人を助けてあげてくれよ。そのためならあんたたちと一時休戦して協力してもいい。分かった。ロイド、本気なの？私は賛成。コレットまで。お前らは？構わんだ。姉さん、ごめん。いいでしょう、好きになさい。考え方を変えれば四六時中監視できるってことだし。
あんたこそ寝首をかかれないように気をつけなよ。この町もイセリアと同じだね。いや、イセリアよりひどい。町中の人間が殺されて、生き残りも牧場に連れて行かれちまったんだ。せめて生き残った人たちだけでも助けてあげたい。ああ、ディザイアめ、ぶっ潰してやる。するかもしれないだろう。大丈夫、シーナが失敗しそうになったらコリンが助けてあげるから。ありがとう。